まあ、特に、ね、このイニングやはり得点を取ってもらった次のイニングですから、まあ、これをここまでリズムいいですからね、まあ、これで3人を、ね、三者凡退で抑えることになるとね、まあ、中盤から終盤にかけて、まあ、いい好投、いい投球というのは期待できますね。今日の中でも一番なんかちょっと顔に当たったんですかね、ちょっとファウルが、ね、当たりましたね、一回チアップがグラウンドに落ちたやつがですね、目の付近あるいは鼻付近に当たりました、まあ、バッターにとってはよくありますね、こういう形のファールっていうのは打球という感じですね、はい、今日投げてるイニングの中でも一番なんかこうテンポよくというかいい感じに投げている大人、まあ、この回なんかねやっぱりこう点を取ってもらった回だからしっかり抑えようという気持ちもありますし ね、この5イニング目を抑えれば、勝ち投手の権利も出てくると、まあ、相当気合入りますね、このイニングっていうのは。